ZOZO マリンスタジアムには大観衆が詰めかけています。千葉ロッテマリーンズ対東北楽天ゴールデンイーグルスのゲームです。解説は西俊久さん、里崎智也さんのお二人、実況は三橋大輔でお伝えしていきます。お二人どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。里崎さん、まもなく試合が始まるわけですが、序盤に大事なことって何でしょうか？まあやっぱり先制点でしょうね。どちらが先に主導権を握れるのか非常に重要になってきますよね。どちらのチームが先に点を取るんでしょうか？ちゃんと繋がったんでここが大事ですね。さあそしてこのチャンスで打席には3番のマーティンが入っています。さあ初球は何か、まずはストライク、外の球打った、手を伸ばして取った、二塁はセーフ、サードランナーホームイン。しっかりつなげてきましたね。さあこのチャンスでバッターボックスには3番のマーティンが入っています。ストレート打った、セカンドの左取った、本塁フォースアウト、これはどうだ、一塁はセーフ、際どいがゲッツーは免れました。さあそして打席には安田が入っています。さあ2アウトにはなりましたが、なおもチャンスは続き満塁としています。まあこういったチャンスをしっかり活かすことが大事ですから、勝ち越しておかないといけない。うちのボール打った、この打球はフライになっています。掴んで3アウト、勝ち越しは許しませんでした。勝ち越しのチャンスがあったマリーンズですが、そのチャンスを生かせませんでした。5回終わって1対1同点。残念ながら千葉ロッテマリーンズ敗れてしまいました。負けはしましたが、里崎さん、気迫を感じる今日のピッチングでしたね。まあ完投しましたし、状態は悪くなかったんですけどね。まあ次もしっかり投げ切れるかどうか見てみたいですね。そうですね、次の投球に期待しましょう。勝ったイーグルス、大きな今日は勝利になりました。一方のマリーンズですが、痛い敗戦となってしまいました。ご覧のように今日のゲームはマリーンズ敗れてしまいました。今日の解説は西俊久さん、里崎智也さんのお二人でした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。この辺りで ZOZO マリンスタジアムから失礼します。